任せて。よくぞここまで来れたものだ。わしこそスチームレギオンの宣伝。ノバジェネシスを止めなさい。姫を返せ。貴様がようゲイマだな。うるさいうるさいうるさい。だいたいわしのどこがようゲイマに見えるんじゃ。わしは元豪将、今はスチームレギオンの宣伝隊長兼金庫マン、アフィモージャス。紛らわしい。目も閉めろ。残念だが、手法の操作方法は知らん。要は出かけている。姫など見たこともない。貴様らはおびき出されたのだ。姫はいない。なら四つ葉太夫が連れたままか。操作方法なんてわからなくてもここで手法は止められるはず。まずはそれだけでも。わしが許すと思うか。いでよ我が忠義の忍者ステマックス。ステマックスならさっき途中で会って倒したわよ。そういえばあなたに謝ってたわね。おのれステマックスが。わしとステマックスは火よりも熱く、鋼よりも硬い。ハレンチ合衆でつながった同志だったのじゃ。それはどんなつながりだ。興味深い。許さんぞ。貴様らはここで終わりだ。たとえこの命燃え尽きようとも、ステマックスの。波動の前に平伏するがよい。火のごとく撃滅。女神四人の名において、これがコンパ流の神髄。それそりゃやっ、今のは聞いたわ。交代だね。火のごとくパワーアップ。戦略見せてあげる。どう？よかったでしょう。よし、ハンカチ続きでいくよ。
待たせたわね。チュル、本気でいくよ。わしはこれしきのことで膝をつくわけにはいかないんじゃ。貴様らを倒すことが。その心意気は買うが、膝がガクガクだぞ。こちらも時間がない。ノバジェネシスの止め方を教えろ。本当は知っているんだ。言えば見逃すと誓おう。見逃すだぞ。確かにわしには勝ち目はない。だが断る。ステマックスの命を奪った者の言うことなど。アフィモージャス様、拙者は死んでいないでござる。ステマックス生きておったか。さすがわしの忠義の忍者。拙者、誓いを果たさぬまま死ねぬでござるよ。世界中のハレンチ合衆を集め、ハレンチ合衆に埋もれて過ごす誓いを。ステマックス。よし、ジュラブ。この茶番。あなたたち、いいから早く攻撃を止めなさい。ふん、それならもう止まっておるではないか。貴様らが侵入した時点でな。あ、どういうことだ。エネルギーを四方に止め、そう見せていただけ。王の指示だ。貴様らはおびき出されたと言ったであろう。わしの役目はここで貴様らの相手をし、足止めと時間稼ぎをすること。その割には本気出してたよな。戦ったんだ、わかるぞ。それはステマックスがやられたと聞き、頭に血が上ってしまったのじゃ。アフィモジャス様。スチームレギオンの真の狙いはシェアエネルギー。まだ集めている途中だとしたら、答えは一つです。ええ、間違いないでしょう。狙いは、鳩の国のシェアクリスタルです。大変！女神四人のみんながここにいたら、鳩の国が落とされちゃう！ええ、イースンやみんなが心配よ。急いで戻りましょう。アフィモージャス、要はそこにいるんだな。知らんと言いたいところだが、シェアクリスタルを狙っているのならいるはず。そうか、ならば行くまで。こっちの質問にも答えて。姫はどこ。ヨウツボダユウの居場所を教えなさい。そちらは本当に知らん。わしと同時期にスチームレギオンに加わった者がいたはずだが。さあ、ヨウツボダユウはスチームレギオンに戻ってない。単独行動決まりだ。それならもうここに用はない。おい、また嘘じゃないだろうな。なんでそんなペラペラ話してんだ。わしは最初から嘘などついておらん。金を稼ぐための手段は選ばんが、嘘はつかん。それが豪商アフィモージャスじゃ。これ以上スチームレギオンと組んても割に合わぬ。要はわしらのことを捨て駒程度にしか思っておらん。十分稼がしてもらったし、潮時だ。わしらはスチームレギオンから離脱する。もう貴様らの前には立ちはだかることはない。
ステマックスの命を奪わなかったことを感謝する。さらば。それでこそ我が主君、拙者一生ついていくでござる。嘘ではなさそうですわね。理にかなっているようにも思えましたわ。みんなすぐに戻りましょう。イーソン、大丈夫？やはり来ましたか。それも私の想像以上に早かったようです。はっ、女神四人がいなければこんなものか。徹子の策は見事にはまったようだな。そうでもないようです。私たちがここに来ることは分かっていたのでしょう。あえて通告することでスチームノバに皆さんを向かわせ、その間に鳩の国を攻める可能性としては十分考えられることです。 Exactly, you are correct. ミーは全面戦争でもよかったのだが、テツコが反対していてね。ハニバ四人や他の忍者がいる鳩の国相手ではこちらも損耗は避けられません。それでは意味がありません。ですので、たとえ分かっていても回避できない手を使わせていただきました。あなた方の真の目的は何です？シェアエネルギーを集めて何を企んでいるのですか？どうする、テツコ、答える必要などないわ。イストワールさんであればいずれ答えにたどり着くでしょう。ならば構わないか。この世界は群雄割拠とは名ばかり。鳩の国とマーベ国という二大国で体制を決している。その二大国も馴れ合いのような戦ばかり。この世界のシェアはほぼ停滞している。はい、停滞でも劇的な変化でもなく、緩やかな変化こそが平和というものです。もし各国が本気で戦い合えば崩壊を早めるだけです。ビッグブレイン、この大名はミーたちより優秀なのではないか？そうかもしれません。ですがそれでは私たちの入り込む隙がありません。そこで超忍者対戦を仕掛けました。それによりスチームレギオンに人を、忍者を集め、シェアを集めたのです。この次元の人々に一つの勢力と認められるために、私たちではこの次元のシェアエネルギーをうまく扱えません。この次元で勢力と認められなければ。あなた方は別次元からの侵略者だったのですね。私たちを信奉し忠義を示す者がいる今、一つの勢力としてシェアエネルギーを制御することが可能となりました。それは偽りの信仰でしかありません。あなた方をこの世界の人々が認めるわけがありません。いいえ、真の群雄割拠を求める者、より良い待遇を求める者、不甲斐ない主君に失望する者、彼らがスチームレギオンに鞍替えしている事実こそが私たちが勢力として認められていることの証拠です。この世界のシェアエネルギーをわざわざ別の次元へ持ち帰るつもりですか？その答えはノーン。ゲーム人界に伝わる伝承を知っているな。かつて一人の忍者と一人の巫女が力を合わせ、その悪鬼は正確には死んでおらず、今も供物平坂という場所に封印され眠っているらしい。あなたたちは一体どうやってそんなことまで調べたのですか？私ですら知らないようなことを。私がこの次元の歴史を調べました。一日あれば十分でした。一日あれば十分って、私なら3日はかかるのに。調査能力では徹子の方が上か。徹子は優秀だな。
あなたたちの目的はまさか。もうお分かりですね。アッキーを蘇らせる鍵はこの世界各国にある大量のシアエネルギーです。ミーたちはそれを使いアッキーを蘇らせる。そんなものを持ち出してまでこの世界を滅ぼす気ですか？いいえ、安心してください。この次元に解き放ったりはしません。それを約束するのと引き換えに今後は邪魔をするのをやめていただけますか？それはできません。この国を守る立場の私がそんな言葉を簡単に信じることはできません。仕方ありませんね。こちらがすでに強引な手段を取っている以上信じられないのも無理はありません。ロングスピーチは無駄だったな。まあいい、この国のシェアエネルギーを手に入れればミッションクリア。皆さん、ここから鳩の国まで戻るんだよね。間に合うかな。船を残していった以上スチームレギオンは足で移動しているはず。私たちの方が身軽だから可能性はあるわ。急いでるのか？そうだ、見ればわかるだろう。お前の目当てのヨウゲーマに会いたいなら急いだ方がいい。ゴーンは細かい経緯を知りませんでしたわね。ヨウの目的は鳩の国のシェアエネルギーで私たちのいない時を狙っていますわ。ですので一刻も早く鳩の国へ、ヨウが城を落とすより前にたどり着きたいのですわ。わかった、俺に考えがある。こっちだ。あっという間に行っちゃいましたね。無口なゴーさんが言うぐらいだし何か考えがあるのかな。わざわざ移動しにくい峡谷に来てどうするんだ。この布を使う。天かける忍術フクロウだ。この忍術で俺が崖を渡る。あのゴーさんがそれで渡ったとして私たちはどうすれば。このロープを使う。縄かける忍術綱渡りだ。これで貴様らも渡れるだろう。そっちに結んでくれ。私がやりますね。結構重い。ユキちゃんそっち持って。ユキちゃん、あ、ごめん、ちょっとぼーっとしてた。ゴーはこんな長いロープどこ。何？それはすまん、俺は記憶というものを失っていてな。ユキちゃん待ってる。ちょっと待った。その領域はね、私だけが許される特権だから。聞くのも答えるのも本来ならしちゃいけないお約束でしょ。いろいろあるしね、そういう忍術ってことで。ちょっとまたわけわかんないこと言って。お約束とか何もないでしょ最初から。ネプちゃんがそういうのなら忍術ってことで。そうだよ、忍術なら何でもできる。仲間じゃない、私の忍術で姫を救わないと。いくら忍術といってもフクロウはこんな重そうなロープを持って飛べますかしら。これは一番いいの。大丈夫だ、問題ない。行くぞ。本当に行ったわ。っていうか結構硬化してるように見えるけど。おいおい、本当に大丈夫か。このままじゃ届かないぞ。あ、崖にぶつかった。待って、そこから崖を登って、登りきったわ。
やるわね。準備が終わったようだな。何か言って。まあ、いないな。無口だからな。あれれ、ノアル。もしかして落ちないかって心配してたりして。ほら。行きましょう。忍びならきっと落ちることはありませんし、ゴーさんの努力を無駄にできません。ユミ、参ります。何はともあれ、これで鳩の国に少しは早く着けるかもしれませんわね。精神を鍛えるか、望むところだ。掴んだぞ。社だね。